トヨペットマスターは、トヨタ自動車工業が1955年1月から1956年11月まで生産し、トヨタ自動車販売が1955年1月から1956年12月まで販売していたタクシー専用を目的とした、セダン型乗用車である。1955年1月1日、トヨペットスーパー、およびトヨペットカストムの 合計モデルとして、初代トヨタクラウン RS 型と同時に販売を開始した。クラウンは自家用乗用車として想定されていたのに対し、マスターは主にタクシーとしての使用を考慮され、クラウンより10万円、安い89万5千円で販売された。クラウンはトヨタ事公自らが開発、生産を行い、マスターは関東自動車工業が開発、生産を担当した。 したがって厳密にはトヨペットスーパー RHK 型の流れを組んでいる。サスペンションは前後とも実績があるリーフリジットアクスルを採用した。これはタクシーでの国士を想定したものであることはもちろん、クラウンがトヨタとしては初めて本格的な前輪独立喧嘩を採用したことへの保険でもあった。1947年トヨペット SA 型では、 国産車初の四輪独立喧嘩を採用したものの実用には耐えうるものではなく失敗に終わっている。それを踏まえクラウン発売後にトラブルが生じた場合に備えその保険的な車種として当時信頼性や耐久性が高かった四輪リーフリジットを備えたマスターを併売することになった。しかしクラウンの前輪独立喧嘩は長期にわたる実験が実を結び 乗り心地の良さと耐久性が認められ、タクシー業者にも受け入れられるようになった。これにより、クラウンより、乗り心地と操縦安定性が劣るマスターの販売台数は振るわず、翌1956年11月30日をもって販売を終了した。総生産台数は7403台。予想外の短命となったマスターへの設備投資を無駄にしないため、 また、トヨタが実力を評価していた関東事項の生産技術を維持するため、マスターの生産ラインは、商用車であるマスターラインに引き継がれ、さらに、ボディーパネルや、ウィンドウガラスは RK 型小型トラックと、初代トヨペットコロナにも流用され、活かされた。開発着手は1953年10月で、1952年1月から、 開発が始まっていたクラウン RS からは1年9ヶ月も遅れてのスタートであったが、発売はクラウンと同時期にせよ、との指示により、特艦で開発された。このモデルの開発には、クラウンの耐久性疑念への保険としての意味合いのほか、トヨペット乗用車のボディカソを多く手掛けて、実績を積んできた関東自動車の生産ラインが、 トヨタ自工自社製ボギのクラウンへのモデルチェンジで空いてしまうため、これを埋める製品を必要とした政策的意味合いもあった。開発チームの主査は、トヨタ自工技術部設計家の矢部東さんで、トラック開発の主査としての経験はあったが、乗用車は初めての担当であった。クラウンの主査である中村健也が、車体工場の生産部門出身で、と各コリショだったのに対し、 ヤブタは既存パーツを活用しての促成開発を得意としていた。また、関東自動車の技術陣も開発意欲は高く、ボディ製作技術を活かして、すでにモノコックボディ試作車を独自開発した経験もあった。彼らの協力で1954年1月末に、車種が同年3月初旬には試作ボディがそれぞれ完成しており、 開発期間はわずか5ヶ月ほどということになる。クラウンとは、姉妹社の関係だと思われがちだが、トヨペットスーパーから継承する R 型エンジンを共に、搭載した以外は、相違点が多く、車種は共有していない。しかし、即製作のために、クラウン用に先行開発された、機能部品の多くを共用している。クラッチ、変速機から、リファレンシャルギアに至るまでの駆動系。 ブレーキシステム、ステアリング機構などである。その他の車種パーツは、在来のトヨペットトラックと乗用車のものを多く、流用、改良しており、クラウンの前ダブルウィッシュボーンコイル独立、リア3枚板バネリジットの組み合わせに対し、マスターでは、前後とも5枚板バネリジットとした。ただし、乗り心地対策で、トヨペットスーパーより格段に、スプリングレートを小さくしている。 ボディはクラウンと同様の4ドアセダンだが、デザインはクラウンがアメリカンスタイルなのに対し、マスターはメッキモールを少なくしたヨーロピアンスタイルで外見が全く異なる。また、クラウンのドアがロアドアを後方ヒンジにした観音開きなのに対し、マスターは前後、ドアとも前方にヒンジがある一般的な方式としている。また、マスターのフロントウィンドシールドは1枚。 物平面ガラスである。ありがとうございます。